吉田さんどんな作戦だったんですか、うん、同じ学校やから行ってこい言ったんですなるべく巨人の話もしたけど分かってる、もう、ね、言わなくても分かってるから、まあ、はい、ここで一旦 CM ですやだら人の上に立つことは心に一匹の鬼を飼わねばなら、この日夢夢忘るるべからず。釣りバカにしてて、スーさんスーさんって言ってる西田さんが、あの2年生の時3年生に陸上の NTT 中国の尾形がいたんですよね。じゃあそれ知らない、熊野高校陸上の尾形を知らない、熊野高校で、すごい人なんですか、うん、熊野高校結構進学校でね、ね、言いましたけど、あ、そっからね、で、そうなんだよね、うん、ナイトスクープはどうでしたか。ナイトスクープはね、神岡龍太郎さんの思い出もあって、まあ、そのやっぱり小枝さんもいらっしゃったんでね、小枝さんね、あ、はいはい、で北野真子さんもいらっしゃって、うん、長原誠樹さんもいて、石田康さんもいて、うん、もうあの頃も楽屋でずっと俺モノマネやってた、なんかあの頃はってずっとですけどね、今もそうだけど、うん、あの頃は特にそういう風に、でナイトスクープって、はい、もう楽屋にもうサンドイッチが用意されてるんだよね、 おにぎりもあって、もう好きなだけ食べれるしねお弁当じゃないんだ、うん、サンドイッチを自由に食べていい、その後また打ち上げのお食事がね、もう大阪はねもうほんとうまかった。はあ、それでブク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 、いやーもうほんとブク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 ってってか、もうとりあえずあのあれ終わってから、電波少年が終わってから、はい、気緩んでもう20キロぐらい増えてるからね、また増えて、もう119キロぐらいが、もう90何年だろう、もう190って言うんだから、もう140ぐらいはねだって2005年の140じゃないでしょ、だから2005年が140だけど、もう結構120ぐらいにずっとなってたと思いますよ。もう3桁の体重見ても何とも思わなかったですもんねねえ、お、身長何センチでしたっけ、ま、164.5 164.5 でそんだけってすごいですね。いもういらないんだけど、そのなんだろう、やっぱりそうだ、でもね、あのナイトスクープのロケとかやらせていただいた時に、はい、あの、はい、滑り台があって、その滑り台がね、こうやけどする滑り台って言って、サーンと落ちるのがね、ありますね、サーンと落ちるんだけど、俺がすごい太ってたから、もうなんだろう、こう滑り台をフィットしちゃったんだよね、体が、あ、もう挟まっちゃって、滑り台を挟まっちゃって、そっからやけどする滑り台がぐぐっとゆっくり落ちてくる、ぐあれが一番笑い取ったね。あ、笑い取りましたか。もうあれがいい思い出、やっぱもうベストがそれだなと思う。あ、本当ですか。まあまあ嬉しかった。一番。いや、あれゆっくり落ちた時で、その時、まあ、矢沢さんというプロデューサーの人が、はい、あ、もう松村絶対痩せるんじゃねえぞっつって。いや太ってるといいんだって、こういうロケの時にこうじゅわーっと滑ったりとかするだろうって、うん、そういうのがナイトスクープはいいから、松村君太ってるのがいいんだぞって、それ痩せたらあかんで、ナイトスクープの時に2006年にダイエットって男になったじゃない、なった、鼻がなくなったね何にもないねって言われて、何にもない、もう今何にもない、得るもんがないわって、なるほど、もうほんとダメだねっていう、もうダイエット否定派だったから、だからダイエットをしてもだから、うん、番組なくなったんじゃないですか、ダメだわーっつってまっちゃんらしくねーわ、なんだこれはーっていう感じで矢沢さんが怒ってたのを思い出す なるほど、ね、なだって急激でして、2005年がマックスで、うん、ブワーって減らしましたもんね、2006年でね、そう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 、90キロぐらいも減りましたね、すごい減らしましたね、141を90にはなかなかできないけどね、それでして若いから代謝もいいんでしょうね、うん、それでちょっと、まあ、なんかマラソンとかね、プール行ってましたね、よくね、プールプール、あれ水の中のが長かったですもんね、あの頃ねカバーやカバー、そうそう、あのエラ呼吸してたぐらい、あの肺で呼吸しなかったぐらい、もうあの陸地が疲れたもん、ね、俺水の中にいる時が一番幸せだったもん、好みの時ペットボトルアホみたいに飲んでね、飲んでよ、一緒に行ったなプール、うん、俺で、あれでもそれでまたちょっと戻ったんでしたっけ、そう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 、それでまたライズアップになるわけだけどね、でもその後にちょっと走り出したじゃないですか、あの番組とかでも、ああマラソンね、マラソンして、うん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 、それで何回、え、東京マラソン2回目であれになったんでしたっけ、
そうそう、東京マラソンの2回目で倒れたんですよね。1回目は時間で区切られちゃったんですよね、どっかでね。そう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 、どっかで。それで、うん、じゃあ次来年リベンジや言うてね、うん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 、行ったら2000回目。大体あの東京マラソンって走ってる最中に大体バスが後ろから追いかけてきて、はい、もうはい、バスに乗ってくださいよ、はい、みたいな、はいはい、もうバスと共に歩むみたいな、はいはい、東京マラソンだったからね、うんうん、だいたい後ろにバスが来たら、ああもうそろそろアウトだなみたいな、だいたい危険で終わってたから、うんうん、でもその時は2009年は、うん、結構順いけそうだったでしょ、順調な感じだったんですか。そうそうそう、そういう風にうまくいけてたとは思ったけどね。あ、まあでも当の本人はあんまり覚えてないですもんね、その時のことはね。ね、覚えてはいないけどね、うん、あ、なるほどね、ね、2009、まあ、でも97年からまあちょっと、まあこう言ってね、ちょっと飛ばしましたけど、でも97年はもう、あ、そこ行きます、97年です、やっぱりドラフトでもやっぱり今岡が入団したっていうのが、ああ、はいはい、今岡誠、ああ今岡誠の入団、アトランタ五輪の今岡選手が東洋大学で阪神入ったっていうのは、はい、僕は96年の暮れに、はい、僕はあの東洋大学の川越の寮のところまで行きました、うん、あの本当にね、あの今岡選手に取材で、はい、だもう嬉しかったの覚えてるね。96年が今岡、うん、96年の暮れにね、うん、あのドラフトで、で井口選手が大英ホークス、あー、青学から、今ロッテの監督やった、うんうん、ジャイアンツが入来小野、入来本田技研の入来投手が、はい、あ、入来投手が1位かで、2位が小野投手、入来弟ですよね、うんうん、で3位が三沢投手か、あ、帝京高校ね、うんうん、早稲田大学の、そうか、早稲田行ったんですね。そう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 、今岡選手の初打席が横浜、あ、スタジアムで二塁打だったかな。もうしびれたね、打球に。やっぱ東洋大学のバッターってもう時間あったらバッティングばっかりやってるような高橋監督が、もう守備守ってる暇があったらバッティングしろみたいな、なんかもう本当に攻撃野球で、だから清水選手とかも見ても打球が違うもんね、巨人の左の、うん、はい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 、檜山慎次郎もそうだけども、あれも東洋大学だ、東洋大学、まあ、達川さんも東洋大学だけどね、あれでもあれですよね、落合も東洋大学ですぐ辞めたんですよね、辞めた、うん、高橋監督の頃なんじゃない、でも頃ぐらいじゃない、ちょうど就任したぐらいじゃない、そう、落合さんが辞めたぐらいから。あ、そうなんですか、うん、で達川さんも高橋監督じゃない確か、へえ、今はどうなんですか、東洋大学あんまり聞かないですか、もう辞められてたんですか、その監督さん、もう辞められてんじゃないですか、だってもうその97年でさえもう、だってもうだって落合さんとか達川さんとか教えた人もういないでしょ、確かにね、ほらもう青山学院も当時は河原井監督だったから、坪井沢崎ね、坪井、ああ坪井、はいはいはい、山学院から、そうそう、はいはいはい、坪井97年に入ったんですね、97年だから吉田監督の2年目だね、井川、うん、あ、今巨人が途中で3対2ですか、あ、じゃあこれ勝ったから、あ、追いつかれた、ヤクルトに追いつかれましたが、あ、なるほど、阪神は、あ、今日ヤクルト最内が投げてるんですよ、ね、元聖光タイガースからも戦力外通告浴びて苦しんで苦しんで、はい、クラブチームから這い上がって、もヤクルトの小川監督が本当人情の人で最内がいいって取ってきましたよ、ね、なんでちょいちょいこのプロ野球の中継の結果入るんですか、うん、まあ一応ね、今日優勝決まるかもしれないけどね、そう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 、うん、だからちょっと入れとかないといけないんじゃない、これね、うん、後々後々 YouTube で流すとこの結果何だったのって、はい、なりますけど、まあれなんだろう、けれど、ちなみに阪神が負けたら優勝しちゃうんですか、巨人が、そうですよね、ね、はい、それはなんか巨人としては ね、あれしたい、それは嫌じゃない、中日、あ、中日は今3対17で勝ってる、広島から広島勝っちゃってるから、このままいっちゃうと、あのマジックの対象チームが中日なんで巨人が優勝しちゃうと、阪神が勝てば、はい、阪神が勝てばジャイアンツが負ければ、なるほど、そうかそうか、それは面白いな、なるほど、阪神は、ま、絶対今負けられない、うん、だから今日は日本放送は諸岡アナウンサーだからね、それどうなんですか、いやもう力入れてる、もう今日は諸岡アナウンサーが出るときは、諸岡アナウンサーはもう実況、今日優勝俺が決めるんだぐらいの力入ってんじゃない、元諸岡アナウンサー、元 KBC の社員で福岡の九州朝日放送の夜 の、はい、あの若者ラジオをやったりして、はい、そこから野球がやりたいということで日本放送に中途採用で入って、へへ、その人がやってて、そう、沢田浩二さん
と一緒にやってたぐらいの時期かね、はいはい、今一緒に松村さんがラジオやってる人ですね。サオンが夜やっててね、うん、ラジオだ異星人中なんかこう諸岡正夫さんが開けて、それが今、うん、野球中継で今日ね、うん、もう気合入ってんじゃないですかね、うん、なるほどね、うん、あまあそれでとりあえずちょっと2000年あってこうなるんですけど、いいんじゃない、もう毎年97年で終われば次また98年で呼んでもらえる。何ですか97年そんなにやるな、 ゆっくり進んでもいいんじゃない。じゃあもう、もう俺もこの頃ねもう野球ばっかり見てたから、2000年ぐらいは2000年じゃない97年ぐらいからとっくにもう、もうあの野球ばっかりスカパー入れたのが97年はいはい、あ家にね、うん、はいはい、96年とかもそうだけど、スカパーが96年にだから97年、優先も入れたから、優先も入れたから優先の中継も見れる、優先で中継なんてあったんですか、優先いろんな場面で、まあ、本当はあんまり良くないんだろうけど優先でこうたら、あの朝日放送の野球中継とかね、はい、毎日放送のラジオとかね、ああそれはね、はいはい、全部入んのよ、あだからテレビでは見れないものも全てもう見れる、だから俺スカパーで阪神戦が見れることにも、うん、すっごい嬉しくて、ガオラとかが、俺今までそこまで見れなかったから、ガオラとスカイエーがこうやって見れたっていうのがなんかこう嬉しい、中込新投手、ヤブ投手とかも、あまあまあ井上さんがもう抜けた後だったけどね、野田と、まあ、じゃあこの辺からもう異常に見るようになってたんですか、わー本当嬉しくてガオラとかスカイエーが見れるっていうのがもう俺朝日放送の竹内香さんの実況が大好きだった、巨人に一切触れないのが、国吉さんがジャイアンツ側のレポートです、高橋由伸選手のホームランが入りましたとかな、清原選手のホームランが入りました、ホームランの談話が入りました、はい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 、わかりました、はい、しかし稲尾さん上詰めのリードいいんじゃないですか稲尾さん、一人デイリースポーツです、ね、うん、だからもう阪神の話の時もう稲尾さんもまたこう阪神の話だけど、そうですよねいや今日これハイアットがまたホームラン打ちましたね、うん、助っ人外国人ハイアットのホームランが、はい、清原選手の台本が入ってきました、はい、打ったボールは内角高めのストレートだそうです、はい、打った瞬間入ると思いました、以上です、はい、ここで一旦 CM ですやだな、やだな、たけしさんはねもう本当にね朝日放送って言ってやっぱりちょっとね、やっぱり全国中継の時は巨人側のことも言ってくださいよって、そらそうですよ、やっぱりちょっと言われるわけですよ、うん、今日阪神甲子園ではやってるけど、いつもの、うん、とはちょっと違って、いつもの朝日放送阪神サイドの中継と違いますんで、サンテレビよりの中継で今日巨人も見てるんで、なるべく巨人の話もしてくれて、分かってる、もう言わなくても分かってるから、まあ、清原の話でも分かってるって、清原選手抜いたり、うん、松井桑田投手抜いたりさ、松井選手こう抜いたりしながらもう映像を一生懸命こうやってる最中もで、さあ、今日は松井選手のーホームランが分かりました、はいはい、いやーしかしでも阪神の話をしてる、あはい、わかりました、はいはい、それがはいはいはい、はいはい、そうですね、はいはい、わかりましたわかりました、はい、って今日の薮投手は良かったですね、いやーいいね薮投手、薮圭一投手の談話が、薮圭一投手の談話を届けてくれるのはもちろん朝日放送伊藤志龍アナウンサーなんです、今日はってこれ、ね、伊藤さんいいですねとすごい膨らますんだけど、もうテレ朝の方から巨人の会が、はい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 って、まあ、あんまり2回ぐらいしか談話がなかったもう阪神の話の時の ね、うん、嬉しそうにしてる、あれだってね、文化放送とかは、うん、ライオンズ B 期とか最初に言うじゃないですか、言う でも、うん、ここは言わずにもう阪神 B 期なんです、そうそう、それがなんかもうすごく嬉しいんだよね、ここら辺からすごい詳しくなったんですね、特にもう見てる95年6年、まあ、7年ぐらいからが本当正式にスカパーを取ったってことが、うん、でそれでずっと見るやって、で仕事もちょっと電波みたいになんかなくなったからね、ないからね、またね野球中継その頃なんだよね、朝日放送のラジオもよく呼んでいただいてて、はいはいはい、中西球道さんの、うんうん、マンデースポーツっていうね、うん、でもう
タイガースの話題一色のねラジオ番組によく呼んでいただいた。その頃ですね、またスカイエーとかでね、本当 ABC の藤田さんとか皆さんお世話になりましたけれどね、あの阪神の猛虎丸かじりとかね、そんなやつですね、楠敦さんとかのがやってらっしゃって、もう本当タイガースの番組スカイエーだとかね、もう本当におはようパーソナリティ道場与三さんのラジオに出していただいたり、おはよう朝日に出していただいたり、割とこう関西の方で、じゃあ野球の仕事がすごい多くなったんですね。いやもう嬉しかった。へえ。じゃあ別に電波少年終わったからうわーっていうのはなかったんですね。なかったね。なんか電波少年の締谷さんとかが時々大阪でロケやってて、うん、でなんか阪神の話でなんかテレビで騒いでたなこの野郎っていうのがたまに留守番電話入ってたけど、もうなんか割と、でも電波少年は電波少年もこう見てたけど、やっぱ阪神の番組とかがなんか、あのトラトラタイガースとかね、もう楽しくてしょうがなかったね。じゃあ野球だな最初は。その頃まだ別に歴史のことがどうこうっていうのはそういう仕事はなかったですね。だから川藤さんとか、あのもうあの秋もう山本純也さんというアナウンサーの方がもう、なんだろう、読売テレビの秋キャンプのレポートをやってるんですけど、うんうん、もう川藤さんなんかリハーサルも本番も同じようなトーンでやるから、はい、いや今日の秋市営球場、日本で最初の紅白戦が行われてます。さあ日が照ってますね、天気も最高ですね。川藤さん、どんなお気持ちですか？あのね、ポカ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 ね、日が当たって眠たいですわもうぐっすり眠るなら気持ちいいでしょうな、ポカ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 、眠たいですじゃあこの辺からなんかな、野球の人のモノマネとかも多くなってくるんで。ああそうですね、一個なんかリクエストで、うん、バイトに厳しく大魔神にこびる日本放送の松本秀夫アナウンサーの真似を見たいです、ね、松本秀夫さんがね、何ですかそれ、うん、松本秀夫さんって日本放送今もあのフリーになってプロ野球ニュースとかもやってらっしゃるんですけど、ね、へえ、ね、でも名前は知ってるな、はい、なんだろう、ちょっとこう大魔神にはすごく解説やられた時、はい、さあ今日のゲストは宇宙の魔人、世界の魔人、大魔人佐々木一博さんの解説です、はいはい、いやー大魔人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 最高ですねってこう、もう、ま、佐々木さんをよいしょしながらラジオをやる人なんです。その代わりあのアルバイトの子とかがちょっと、はい、ミスしてたりじゃないけど、なんかちょっと今たまたま俺が見たんでしょうね、おいまっちゃんにファックスぐらい届けろよ、いい加減にしろまっちゃんにファックスぐらい、いやーマジそれ俺がまたモノマネでやってたから、はいはいはい、まっちゃんダメだよあんなこと局長の前でやっちゃうっていうのを松本秀夫さんによく言われてた。松本秀夫さんがもうよく日本放送のスポーツ実況も兼ねて、はい、あのスポーツ番組とかでよく佐々木和弘さんも98年とかもう横浜ベイスターズ優勝したけど、うん、もう余裕があった、谷繁さんとかみんなのがもう楽しみながら野球やってて、だって投げる試合なのに日本放送で、うんうん、今日は阪神、今日は横浜対巨人戦ですけれども、今日は巨人横浜のメンバーの発表を、スターティングメンバーを今日は佐々木さんに発表してもらいます、投げなきゃいけない佐々木さんがいちいちそんな発表までやって、余裕なんだよね。余裕っていうかルール、それ当時は別に OK だったんですか？いやだからやれてたのよ、そんなの。1番西君です。普通の公式で、2番、うん、公式の試合で、なかなかないよ。ないっすよね。いやそういうことまでできるぐらい、佐々木一弘さんが余裕があったんですよね。ほらもう大魔神が投げるともう点が取れなかったでしたね、だって自責点がつかないんだもん、0.00 で、うん、唯一阪神が自責点ついたのが平塚さんが二塁打打って、平塚さんっていうのはね、いたいた、もともとね、阪神の前がオリックスなんだけど、はい、その前が横浜で大魔神と一緒の相部屋だったのよ、キャンプで。あ、そうなんですか。そう、それでまあちょっとなんか佐々木さんが俺が見てないビデオの代金なんで平塚さんの分払わなきゃいけないんだっていうぐらい、なんかちょっと平塚さん先輩なんで、先輩ですから、はい、ビデオね、それ当時ホテルにありましたよ。言ったことありました佐々木さんがね、でも平塚さん、平塚さんはまねね、本当に大魔神に強いんですよ、1時間200円とかで、ね、いきなりにもう二塁打打って、はいはい、その後矢野選手が今の監督の、もう今の矢野明宏さんが来て、はい、監督がで、これは勝てんじゃないかなって時、吉田芳雄さんが来るんですよ、矢野さんのところにね、うん、はい、
あ、吉田よしおさんが来てますね。また実況で吉田よしおさんが来てますね。矢野に耳元でささやいてますね。どんなアドバイスなんでしょうか、うん、そしたら矢野選手が打ったんですよ。おうおう、ヒットヒットを打って、で平塚さん帰ってきたのかな。おうおう、これで1点入って、それで勝ちゲームになったんです。素晴らしい素晴らしい。なかなか勝てなかったです。大魔神を崩したのが矢野さん。おう、俺何をか、で吉田さん、どんな作戦だったんですか、うん、同じ学校やから行ってこい言ったんです東北福祉大、うん、東北福祉の佐々木さんを東北福祉の矢野さんが打ったってことで同じ学校やろ行ってこい、どういうことやろう、だから行ってこい、だからでも何でもないですけど、うん、じゃあ先輩ですよね、佐々木さんの方がね。佐々木さんの方が先輩、ね、うん、そうそうそう、先輩、矢野サードとかやってたんですもんね、うん、東北福祉大で、うん、そう、矢野さんで中日でもなんか外野守ったよね、はい、うん、だからすごいですよね。だから大魔神佐々木さんは松村さんと同い年ですもんね。そう、で僕と矢野監督同い年なんですよ。大魔神佐々木さんは2年生の時うちの近所の柳井高校と1回戦やって、はい、松崎っていう柳井高校の選手にホームランを打たれたのを覚えてるって言ってました。へー、そっか。松村邦洋ためにならないチャンネル、まあ基本的にためにならないんですけど、自分の好きなことを、やっていきたいと思いますんで、もしまあなんかこのチャンネルいいなと思ったら登録してください。